皆さんこんにちは。24時間ジョージ放送局のシャナナ TV がお届けする働く私の情報局、株式会社シューファルシー代表取締役の竹本佳也です。同じく株式会社シューファルシー草分けたえです。この番組は今の時代を生き抜くために働く人たちが知っておいてほしい社会の仕組みや社会人としてのビジネススキルをお伝えする新人生100年時代に必要な働く人のための情報を私たち2人がお伝えいたします。今の働き方や働く環境が当たり前だと思っている方へ、自分のための働き方を見直してみませんか。一人一人の能力を活かせる職場環境は自分で作っていくことが大切です。好きなことばかりで食べていくなんて世の中そんなに甘くない。でも働く人の意識が変わればきっと社会や世の中未来は変わっていきます。この番組では今まで当たり前だと思い込んでいたことや知ることがなかったことを分かりやすく楽しくお伝えする30分番組です。はい、今回は、4月1日から、施行された、ハラスメント、パワーハラスメント防止法を、中心にハラスメントをテーマにお届けしたいと思います。そこで今回は制度の説明っていうのはもう本当にさらっと、お伝えする中で、まあ、ハラスメントそのものが、どういうものなのかっていうのを私たちの体験談などを含めてお伝えしたいと思います。それでは、まずは CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、今回はハラスメントをテーマにということなんですけど、まあ、昔と今と価値観が違ってきているっていうのもありますし、あと育ってきた環境そのものが影響しているのかなっていうのもあるんですね。これビジネスマナーの研修でも伝えてることなんですけど、相手にとって不快感を与えるようなそういう思いをさせるっていうのはもう今も昔もつけなければいけないと思うんです。ハラスメントってなるとやっぱりいろんな法律も絡んできますし、企業としてもやっぱり対応が必要ということで、ちょっとそれについて、お伝えしていきたいなと思うんですけど、まずその、4月1日から義務化されたハラスメント防止法 の、 概要についてちょっと簡単に田井さんから説明していただければなと思います。はい、ついこの間のことのようなハラスメントの対策法とかいう言い方をされてるんですけど、実は改めて強化するっていう内容で、なんか具体的にはいつのポイントがクリアされてたらこれはパワハラだっていうのがもうちゃんと厚生労働省のしおりで謳われているんですけど、まず一つ目が優越的な関係をと背景とした言動であって、2番目が業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、により3つ目、ここからですね、労働者の就業環境が害されるもので、これは3つクリアしてたらってなるんですけど、じゃあどういうことが害されるんでしょうねって、ただしのとやっぱり言動、言葉の暴力だったり身体的なものであったり、自分のキャパに合わないことを無理やりやらされたりとか、逆に自分はできる人なのにすごい過小評価されてできない人にされたりとか、あとプライベートに介入する、やるとか、例えば自分自身をすごい何かな、人的な権利まで否定されるとか、もうこれはもう妊婦さんなんかも本当にそうで、マタニティハラスメントって言いますけど、妊娠してることですごい仕事できない人、働けない人、会社にいてもいらない人って扱いって受けたことがあると思うんですけど、私自身もちょっとそんな言動を受けたことがあるので、マタニティハラスメントって言いますよね。あと女性的なことであれば身体的な
触られたりとか、言動、女の子なんだから、うんうん、私あれ全部セクハラやと思ってるんで今で言うと SDGs とかでジェンダーがとかね、番号5番とかいろいろ言われてるけど、昔それが当たり前が社会だったので、そうですね、男の子だから女の子だからっていうのはついついちょっとね言ってしまいがちなんですけど、今はもうそれもやっぱり内容によってはセクハラ、内容によってはっていうか、まあそこを差別と取られてしまう、格差と取られてしまうっていうこともあるので、うん、本当に気をつけないといけないなっていうのはありますね。経営者としてはすごいハラハラしますあの関西に住んでると、うん、なんか親父ギャグがすごい浸透しきってるから、私なんて昭和の終わりから平成に移る時の現役 OL だったので、うんうん、あのパワハラセクハラなんて当たり前の世界で働き出したので、中途採用の相談を受けたりとかね、就職相談した時やっぱり辞めた理由とか大体上司がどうとかが多かったんで、その方にとってはすごくしんどくって、うん、体に支障も来たしてっていうのがあるから、捉え方っていうのも人時代によって変わってきてるし、それこそ育った環境、先ほどかやさんがおっしゃってた育った環境でもいい子いい子で育てられてて、いきなり否定されたら、うん、ああそれは嫌な気持ちになるよなってことを相談を受けながら学んできたことがすごくあるんですけど、それがきちっと法律でやったらどこのラインがハラスメントでそうかって、やっぱり捉え方、そうですね、捉え方、うん、大きいのかなって思う。我慢しろとは言わないけど、そうですね、あの客観的に見て誰が見てもそれはおかしいっていうことがあるじゃないですか、うんうんうん、例えばあの大勢の前で罵倒されるとか、うん、であの罵倒されるのもやっぱりダメなんですけど、その言葉の内容、罵倒してなくても例えば笑いながらヘラヘラ言いながら言ってる言葉が人格否定とか、うんうんうん、プライベートに踏み込む、それこそ早く結婚しないのとか、うん、そういうのもやっぱり昔はねよくあったじゃないですか、今日はなんかえらい可愛らしい服着てるけど今からデートみたいな、うん、それもやっぱり不快に思う人は不快に思うっていうことを気をつけないといけないっていうのと、うんうん、でやっぱりその私なんかね、高校の時にアルバイトしてたファミレスの店長がすっごいセクハラ親父で、うんうん、あのそれはもう周りから見ても明らかにセクハラやでっていう感じのことをされてきてたので、あなるほど、うん、言動もうあの今日も可愛いねとか、もうやっぱりその、ね、16歳の高校生の女の子に対して、うん、おじさんからすれば、まあ、可愛らしいかもしれないですけど、やっぱりそれも気をつけないといけない時代っていう風に、うん、褒め言葉かもしれないけど、それが逆にセクハラに取られてしまったりとか、うんうん、逆もありますけど、高校生の男の子にやっぱりあの私たちの年代がいや可愛らしいねって言うと、それはそれでまたセクハラになるかもしれないんで、うんうんうん、なんか世代の差とか、うん、考えながらちょっと言葉は思ったことをすぐに口に出さないことをあの心がけてやってます。そうね、言い方ね、あの私もそうだけど、かやさんもハキハキしてるからすごく言動きついとか思われることもすごく多いと思うし、変になんか行使してるから上から喋ることっていうのが癖になっちゃってるから、うん、こうしていきましょうよってなんかまるでしなさいよって聞かれたり、こうするべきだよっていうふうに捉えられたりとか、うん、なんか子育てと同じであなたのためを思ってっていうのはアウトなんやなって。そうですね、あの私もやっぱり自分がねあなたのためを思って言ってるのよってよく言われてきたので、心の中ではほんまにあの大きなお世話って思ってたので私は自分でそれを言わないようには気をつけてます。あのあなたのために言ってるのよじゃなくて、違う言い方
を考えながら言う、伝えるようにはしてますし、本人がそうやって、あ、僕のために言ってくれてるんだ、私のために言ってくれてるんだって感じてくれればいいんですけど、そうじゃなかったらただのね、あの押し付けの、あのお説教ババアになるのでですよね、わかります。私よく言われてたのが、社会人って言われてたのが、あの突然敬語で喋られたらすごい怒ってるんやと思いますって言われて、あの通達事項とかがあったりしたら、敬語でやっぱり喋りたいでしょ、ちょっと堅苦しくかっこよく、そしたらすごい草木さん怒ってる、大さんめっちゃ怒ってるわこれって、なんかもうちょっと柔らかい言葉で喋ってくださいって言われたりとか、英語で喋ってまで言われるって、だから口調なんでしょうね。私もよく、言葉を選んで喋っててもそうやねんなって思って、やっぱりそれをね言われ続けてると、私の人格否定してますかって思ってくるんですよ、あのもうちょっと物の言い方なんとかならんとか、言い方がきつすぎるとか、そんなつもりで言ってない時にこう言われると、でまたあの仕事とかで疲れてちょっと精神的に、ね、弱くなってる時で、逆にそれがへこむ時があって、もう何も言わんとこうとか、思うんですよね。あります、あります。だから、仕事の指示すらできなかった時とかありますよ。やってほしいけど言っていいかなとか、やらないといけないじゃないですか、それって。そう、でもすごい悩むんです。だったら私が一人でやればいいかとか。そうなんですよ。だからあの今回ねハラスメントをテーマになんですけど、何も働く、あの上司の人とか、あの経営者の人から働く人たちに対してこういうのを気をつけましょうって言ってるわけじゃなくって、逆もありえるっていうことを知ってほしいんですよ。知ってほしい。だからで、この間テレビで言ってたのが、新入社員の人にとってね、どんな会社なのか、あのどんな人が上司にいるのか、先輩にいるのか、周りの同僚はどんな人たちなのかっていうのがすごいあの気になるところではあると思うんですけど、逆に迎え入れる方もドキドキしてるのは間違いないんですよ。まあ言い方悪いですけど、変な新人やったらどうしようみたいな。あ、そう、どうしようね。するんですよね。で、その変なっていうのは、例えばですよ、あの明日彼氏とデートなんでお休みいただきますとか言って普通に堂々とあの言われるような新人さんだったらどうしようとか、皆さん多分この4月1日からあのそのハラスメント系の法律が義務化されたということで、もう新入社員の人とかに対して対応をこう、多分シミュレーションされるのを事前勉強はされてると思うんですよ。そんな時に、こんな新人が入ってきたらどうしよう、自分やったらどうしようとか、ドキドキしながらやっぱり迎え入れてるっていうのも分かってほしいなっていうのはあるんですよね。そうですよね、本当に相手がどう取るかをこっちが一生懸命考えてても相手じゃないから分かってあげられないので、逆に伝えられてる側の時は、私が思ってることを分かってくれてないとか、それ言われてもすごい困るんだけど分かってくれてないとか、分かってくれてない戦いが始まったりとか気持ちの中で、そこでギクシャク、分かり合えるって、そこの壁がなくなって初めてコミュニケーションが豊かになってたら、あの通じ合えて、多少ポンポン言っても、これ悪気がないやんって分かったりとかしていくだけど、やっぱり時間が解決するものがあるんだけど、どれだけ接していくかですよね。今なんてテレワークの時代なので、やっぱり雰囲気を感じない、ここに人がいて仕事しないじゃないですか、テレワーク。常に自分一人なので、こうやって言えばお話ししてるでも、かやさんが今どんな雰囲気で仕事をしてるのかとか、表情を見ないとわからないけし、声のトーンじゃないとわからないし、でもこれが単調にずっと言われるんだったら、え、怒ってるのかな今日かやさん、機嫌悪いんかなって、え、今日なんか一個も笑顔がないやんとか思って、まあ、私は聞けるから、今日なんか調子悪いって歯痛いんですよとか分かるけど、なんかそこが感じられないというと、こうでもそういう意味で働いてる人がギクシャクするとか、
辞めたいとか嫌だとかっていう気持ちにつながっていくことは今実は問題で多いのかなって、で誰に言っていいかわからない。そうですね、それはよく聞きました。中途採用 の相談を受けているときに離職理由を聞くんですけど、いろいろ聞かれ、それ誰かに言えばよかったんじゃないのって言って、誰に言っていいかわからなくてって、もう辞めようと思いましたとか、で辞めてから誰かに喋ったら、だったらその会社とか上司訴えたらいいねんとか、それを言われるんですよって。どうしたら訴えれますかって。訴えるのもね一つなんですけど、まずはその労働局とかに、はい、相談コーナーが必ずあるので、そこにまず相談をして、で必要な情報を入手するっていうところから始めてほしいなって思うんですよ。なんでここからここに飛躍するんでしょうねいきなり弁護士さん紹介してもらって弁護士さんとこ行っちゃったら、相談料とかやっぱりその裁判ってなると、ね、お金もすごくかかるし時間もかかるじゃないですか。その前にまずその、ね、労働局の、総合労働相談コーナーっていうのがあるのでそこにまず自分の今置かれてる状況、退職勧告をされてるのか、いじめに遭ってるのか、それとも嫌がらせ、上司からの嫌がらせ を受けてるのかっていう、その状況をやっぱりその相談専門医の人がいるんで、そこで相談してもらって、で必要な情報とかを案内してくれるので、入手して自分でまたそこで選択肢がいろいろあると思うんで、あこれは訴えなあかんってなれば、弁護士さんのところに初めて相談したりとか、いやそれはそうなんていうかな、訴えるまでじゃないけど、こうちょっと会社と同基準局とかに間に入ってもらって、なんとかできる問題とかもいろいろあると思うんですよ。大体中小企業の場合なんですけど、社長が労基法を知らないっていうのもあるので、今回の改正も知ってる方って全員じゃないと思うんです。あ、うちの会社の社長知らんかったわ、みたいな。そうなんですよ。なんか困ってることがあって、絶対聞くとこ相談することあるし、ね、会社に言えなかったら、また会社の窓口があっても知らないとか、そう結構そういうのもあるんで、もっとなんか会社も伝えたいような感じ、社会も伝えていかないといけないよねって、いつも新入社員研修の時に伝えたらいいのにね。そうですね。あとは今回の改正を受けてね、やっぱり就業規則も改定してるところもあると思うので、チラシとかも経営者の経営者発信で出してるところもあると思うんですよ。こういう窓口、相談窓口を設けてますよって、こんな場合は この部署の誰々さんに相談してくださいみたいな、書いてるリーフレットとかを会社社内で配布してるところもあると思うので、そういうのをやっぱり活用してもらったらいいなと思いますし、従業員数が10人とか15人以下の中小企業さんってなかなかその相談窓口を設けるって、いや社長とかが自らパワハラとかめちゃやってんのに、相談窓口の担当者が社長やったら言えないじゃないですか。社員にとって働きやすい職場作りっていうところをこれからやっていかないといけないっていうのと、あとは4月の1日から、まあ法律も改正されてるから、うちでもなんとかしたいと思ってる企業さんは外部第三者機関っていうか企業さんで、そういう相談窓口請け負いますみたいなところがあるので、そういうところを利用してもらったらいいかなと思うんですよ。そうですよね。私も支援している企業さんで、やっぱりそういうちっちゃな会社で、まあ公のところの相談窓口の電話番号を書いてたらいいかなと思ったら、それはダメですって言われたんで。あ、そうですね。でもそうやって時代に合わせたりとか、こう法律を組むときに合わせて柔軟に、これからの企業もなんかどうすればいいかなって考えて新しいものを取り入れる。ということは考えていくような世の中にきっとならなあかんし、私たちも研修の時に言っていかないといけないからって。そうですね、だね、ただやっぱりその今情報がたくさんありすぎて、その中で取捨選択をして、正しい情報、自分がに必要な情報を取っていくっていう力がすごく大切になってきてるので、経営者担当者も、
ちっとその情報というのを取っていかないといけないし、うん、働く人たちも自分で情報を取る、あの、うん、周りの人たちはみんな素人やと思ってください友達とか会社の人とか聞くのはいいですけど、うん、素人さんがわけわからんことをただガチャガチャ言っても何も解決しないんで、そう、何も解決しない、うん、あの専門のところに相談をする、情報を集める、うん、で自分がどのような手段を持ってその自分が今置かれている環境を改善するっていうのを考えていくかっていうのはすごい大事やなっていうのは思いますね、うん、なんとなく解決するイコールやめるっていう意識になりやすい、うん、やっぱ働いてる側の気持ちなので、うん、そこを汲み取ってやめてほしくないじゃないですか。そうなんですよね。親として子供っていうのもどうやって言ってったらいいのかなっていつも悩みながら接しているので、それと同じように上司や会社側も悩みながら、あの部下とかに接していけと、もっといい方法につながるんじゃないかなっていつも思ってます。結構セクハラいっぱい受けてきたんでね、え、本当にあの自分も被害者になりたくないですか、加害者にもならないよ、あの別にそう立場が上だから加害者になるとかじゃなくて、上でも下でも取引先でも今ね範囲が広くなってるので誰でも加害者になる可能性はあるので、やっぱりそういう不快な思いをさせてるのかさせてないのか、もう相手方の取り方になってくるので、やっぱりその言葉の使い方、はい、ものの伝え方、伝え方、指示の出し方で内容みたいなところを厚生労働省が発表している条件に当てはまってないかどうかっていうのをこう意識しながら、やっぱりこうコミュニケーションを取っていくっていうのが、うん、あの必要なんかなっていうふうに思います、はいはい、ではここで一旦 CM です。はい、はい、シャララ TV スタッフ大募集、あなたもシャララ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャララ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2、ご応募はシャララ TV ホームページ、メール、シャララ TV フェイスブックページから。はい、今回はハラスメントをテーマにお伝えしたんですけど、こうね、あのハラスメント研修とか今すごい流行ってるので、あの受講されてもいい、みんなで一緒に受講してもいいんかなって思いますし、私たち今回このテーマを放送するにあたって YouTube めっちゃ見ましたよね。めちゃ見、本もめっちゃ読みました、新聞とかもすごい検索をして見ました。まあその法律についての概要をねお伝えするっていうのはなかなか大変なので30分では伝えきれないので、だからこういうところは知りたいんだよっていうのをこう2人で炙り出しながらお伝えしたんですけど、あとやっぱりその働いてる場所だけじゃなくって、まあこれって仕事だよねっていうところですよね。例えば接待とか飲み会、最近はもうねコロナで飲み会とかはないですけど、例えば先輩がこうなんか後輩とか新人さんを誘ってちょっと行こうよみたいな感じで食事に行ったりとかする時も、やっぱりセクハラとかパワハラとか、意識しないとお酒が入ると余計にね危なくなるんですね。もう飲み会とかってもうそういうハラスメントの場ですからね、昔からね飲み会ね、もう今までも今の子って飲み会来ないんですよね。まあそうですね、まあ、全員が全員じゃないとは思うんですけど、やっぱりその、嫌いな人とは一緒に行かないかな私もだけど知ってる会社さんはあの夜の懇親会やめてランチ会にしてる会社さんもいてる。そうですね、あとはランチ会にしてみんなで、食事しながらお話をしてまた午後から仕事頑張ろうねって、これいいなと思って、アルコールも入らないし、昼間からね触ったりする人もいないだろうし、あの、アルコールが飲めない子もいるじゃないですか、飲めない人も、やっぱりそういう人にとってあのねちょっと苦痛な場でもあったりするので、朝ねみんなであのこうカフェであの朝食を取りながら
話をしたり、ミーティングしたり、ランチミーティングをしたりっていうのがですよね、取り入れられてきている会社も増えてきてますよね。なのでね、ちょっと私たちがこう考えているパワハラとかセクハラっていうのよりも、こうもっともっとこう浅い段階で、あ、それもアウトですよって言われるような時代やなっていうのは今回私自身勉強して思いましたし、でなかなか大きい企業さん、企業規模が大きいと対応もしやすいんですけど、なかなか中小企業さんでは対応が難しいこともあると思うので、うまくその外部機関っていうのを、専門業者っていうので、もちろんシューファルシに相談してくれても全然いいんですけど、私たちキャリアコンサルタントですからね、そうなんですよ、ただパワハラの専門家ではないので、その辺の専門知識がパワーハラスメントとか、専門知識とかがあるかっていうと、そんなにはないので、研修とかはねできますけど、なのでやっぱりその自分がっていうか、自社がどのレベルで求めているのかっていうのも、やっぱりこうしっかりと見極めて依頼される方がいいかなと思うんですよね。なんかパワハラ研修イコールなんか法律の説明みたいになりますからね多くなかったですかコミュニケーションですからね。なのでぜひ YouTube とかにすごくそういう研修動画が上がってるので、一回ね見てもらってもいいかなと思います。はい、お願いします、はい、ということで今回はテーマハラスメントでお伝えします、はい、またどこに相談したらいいのとか、こんな情報知りたいんだけどっていう軽い形でもいいので、ご相談いただければ情報提供とかご案内はできますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、情報提供得意ですからね、はい、そうですね、私たちそこも得意です、はい、ということで、それでは午後から下からの仕事に活力を。また次回お会いしましょう。さようなら。